重政レディースクリニック院長重政和志です。当院はさまざまな症状や悩みを持つ女性のかかりつけ医として快適でプライバシーの保たれた空間の中で何でも気軽に相談でき、適切でハイレベルな医療を提供する医院として努力していきます。生理痛、不正な出血、更年期障害などの婦人科的な症状を感じていても、実際に産婦人科を受診するのはなんとなくためらい、そのまま放置している人が多いと言われています。しかし生理痛の陰に子宮筋腫や子宮内膜症などの病気が潜んでいたり、不正出血の検査で子宮がんが見つかったりすることもあります。また不妊症や更年期障害なども早期の治療を開始した方が良い場合があります。婦人科的症状を感じている人はぜひ気軽にご相談ください。